それでは全国中高生クリスチャン川柳コンテスト新設級ポスターコンテストの授賞式を行いたいと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。職員代表根岸幸佳と申します。よろしくお願いします。同じくですね、職員しております入江青子と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。皆さんこんばんは。東京キリスト教大学の学長をしています山口です。受賞者の皆さん、今日は本当におめでとうございます。 Hi, my name is Randall Short and congratulations. I'm so proud of all of you. You did an excellent job. So, very nice to meet you. はい、皆さんこんばんは。TCU のサンタクロースこと教員の岡村です。よろしくお願いします。今日はプレゼントを皆さんに差し上げる役目なので、これをこう被ってきました。よろしくお願いします。では、はい、早速始めたいと思いますよ。はいはい、いいですか。はい、始めていきましょう。はい、始めます。では最初に全国中高生クリスチャン川柳コンテストの授賞式を始めます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、これパフォーミさん、あ、2分とか全国中高生クリスチャン川柳コンテストは、はい、全国のクリスチャン中高生を対象にですね、キリスト教の信仰生活、教会生活、それからキリスト教学校での活動などをテーマにした川柳を募集しました。しましたね。しましたね。そうか、これスライドをちょっと、そうそう、スライドを見せないといけないんだよ。はいはいはい、さっきから気になってました。はい、これですね。はい、はい、皆さんご確認できますでしょうか。はい、これね、はい、応募しておりました。はい、それで初めての企画だったんですけども、はい、合計なんと、はい、123、よいしょ、ございます。おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございます。まずは佳作の方の川柳を紹介したいと思います。佳作ですね。今回なので佳作と、優秀と、まあ、最優秀ということで、はい、そうです。じゃあまずは佳作から。佳作から。では、はい、いきます。ペンネーム、はい、アイラブジーザスさんの一句です。変わらない神様ラブのこの事実。ああ、いいですね。素晴らしいですね。ではいきます。はい、ポープさんより一句です。神の愛、均等じゃなく無限大。とろろさんの一句です。はい、祈る手は神が優しく包み込む。ペンネームすももさんの一句です。はい、思春期に親敬うのは難しい。これ一番これなかなかリアルですね。本当に一番私好きでしたよ、これ。はい、正直な、正直な、素晴らしいと思いますね。はい、それでは次、はい、ペンネームドクター寿司さんの一句です。はい、聖書なら開いてみよう一発で。はい、はい、ではここがまでが佳作の、ええ、作品の数々でした。まあでもレベルがやっぱり高いですよね。いいですよ、ええ、この123、まあ、でも123からまず佳作の方たち選ばれて、そして、そして、ね、はい、優秀賞の発表に参ります。はい、はい、まず第1句目、ペンネーム自然科学愛好さん大会のさんの、ごめんなさい、もう一回言いますね、はい、ペンネーム自然科学愛好会さんの1句です。はい、 JC は牧師に返事、マジやばい、マジやばい。でこれマジやばいって言うってことですか、牧師先生。もうマジやばいって JC が牧師先生に言うし、牧師先生も JC に合わせてマジやばいしかなくて、もうカオスなんですよ。会話なって大丈夫です。ではでは、優秀賞のもう一句発表します、はい、ペンネーム渡辺さんより、もう本名ですかね、はい、定期券かざすみたいな祈りあり、うん、こう日常とこううまく重ねて表現、定期券っていうのがいいですよ。あ、通学してる感じが、あ、学生感ありますね、はいはい、確かに学生感があるのがいいですね。あ、なるほどなるほど、はい、本日は渡辺さんにお越しいただいてるわけですね。渡辺さんいらっしゃいますか。さあ
ミュートを外さないと。で、渡辺さん来てないです。あ、渡辺さんいらっしゃらない。ごめんなさい、忘れちゃった。私、渡辺さんいないの全然忘れちゃいます。そう、今回ちょっと残念ながら渡辺さんちょっとまだ来れてないんですよね。あ、途中で来たら改めて紹介しようと思いますので。ではでは、はい、それでも、それでもいるという体であげたいんです。うちは、そうですね、商品をね、気持ちはやっぱり表したいんですから。そう、気持ちは表したいんですか、ね、はい。なので、岡村サンタ先生。お、はい、3つの太いと書いて岡村サンタです。よろしくお願いいたします。これが、優秀賞の目録です。渡辺さん、おめでとうございました。どうぞ。ということで、渡辺さん、おめでとうございました。おめでとうございました、はい、ありがとうございます。行きましょうか。はい、では最優秀賞の発表です。はい、ペンネームピーチカさんの一句です。なりたいなインフルエンサークリスチャン。インフルエンサー、これこそ本当に最近出た言葉なんじゃないですかね。そう、五七五の後半の七五はもうカタカナ。カタカナなんです。いや、現代だな。現代ですね。現代のね、中高生の勢いを感じますね。これもしかして、これあれもしかしてピーチカさんいらして今今すか。では呼んでみましょう。はい、ピーチカさん。ピーチカさん、はい、はい、はい、おめでとうございます。それではピーチカさん、一言感想をどうぞ。はい、私まさか私が賞をもらえると思ってなかったので、すごく聞いたとき嬉しかったです。ありがとうございます。おめでとうございます。ね、123あるうちの最優秀ということで、これはもうどんと胸を張っていただいて、もうこの時点でインフルエンサーですよね。そう、もうインフルエンサーですよ。インフルエンサー。ではでは、はい、岡村サンタ先生より、はい、賞金の授与をお願いいたします。ではこれを、ピーチカさんにお渡しいたします。この投稿してくださって、このコンテストに本当にありがとうございました。そしてこの句を読んで、私もインフルエンサーになりたいなと思いました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。ああ、届きました。届きました。なんかサイズがなんかいろいろ変わりましたけども、時空を超えて、あ、無事に届きました。はい、ありがとうございます。それでは、ピーチカさん、ちなみにピーチカさん、これこのね、いただいた分は何に使う予定だったりしますか？ちょっとずつ教会に献金するのと、親と兄弟にちょっとプレゼントを買って、あとは自分で使いたいです。いやー、インフルエンサーですね。ですね、ですね。インフルエンサーですね。いや、素晴らしいですね。もう自分が恥ずかしい。いやいや、そんな思わないで大丈夫です。いや、改めてピーチカさん、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さてさて、はい、新生 TCU ポスターコンテストも行われておりました。はい、東京キリスト教大学はですね、うん、来年2021年度学科再編を行いまして、まあ、それに伴ってこう新たな出発を、まあ、広く知っていただくためのインパクトのあるポスターを今回募集させていただきました。はい、今回14の作品のですね、結構来ましたね。はい、ありました。まあ、だからこそですね、うん、非常に悩みながら審査員の方々審査されましたけれども、はい、それぞれのですね、審査員のコメント等はですね、ホームページの方に記載してありますので、ご確認いただければと思います。はい、はい、では早速、発表に参りたいと思います。はい、まずですね、うん、まあ、14作品あるうちの、まず佳作、4作品をご紹介いたします。はい、
池上さんの作品、それから大畑さんの作品、伊藤さん、それから中山さんということで、まあ、それぞれやはりこう色が出て出てます ね、個性が出てますね、うん、こうインパクトあるっていうのももちろんありますけれども、こう TCU、まあ、らしくないこう斬新さも兼ね備えていて、うんうん、本当に佳作にふさわしい作品じゃないかなと思います。はい、はい、佳作取られたんですね、皆様本当におめでとうございます。ではですね、まずは、はい、優秀賞、優秀賞、はい、発表しちゃいます。いや、しますよしますよしちゃいましょうか。はい、します、はい、優秀賞ドン、石野ゆかさん、の作品ですね。うん、より自由にというのを、より自由に、この石野ゆかさんに来ていただいております。お、石野ゆかさん、おめでとうございます。おめでとうございます。どうですか、今回優秀賞なりましたけれども。あ、とても嬉しかったです、うん、これ開放感があるちょっとのびのびとしたデザインで、ちょっと今このご時世ですので、ちょっと画面上、うん、ポスターの中だけでもちょっともっと自由になるといいなと思いながら制作しました。素晴らしいですね。なるほど、なるほど、そういう意味のより自由にというのが面白かった。なるほど、それやっぱりこう文字だけじゃなくて、それにこうちゃんとあったイラスト画像っていうんですかね、写真も、うん、授与の方をお願いいたします。はい、それでは、石野さん、本当におめでとうございます。応募してくださってありがとうございました。どうぞ来てください。ありがとうございます。あ、受け取りました。ちゃんと届きました。届きました。地球の外から届きました。届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。では優秀賞としたら最優秀ですね同じ流れでございます、はい、では最優秀の方を発表したいと思います。最優秀はこちらでした。はい、伊藤泉さん作、のポスターですね、うん、総合進学が生まれるというポスターでございました、伊藤泉さん今回来ております。本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、どうですか、今回最優秀ということですけれども。はい、なんか TCU らしいって言ったら、本当に石野さんの方が TCU らしいので、はい、お恥ずかしい限りですが、インパクトが受け入れていただけたのかなと思って、とっても光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。応募してくださってありがとうございます。素晴らしい作品を本当にありがとうございました。ではこちら優秀賞、最優秀の賞金です。どうぞお受け取りください。ありがとうございます。すごい、お、来ました。すごい、すごい、本当にすごいですね。ズームってすごいですね。ズームってすごい、もう時空を超えて、いやー、なんか素晴らしいですね。素晴らしいですね。いやー、改めましておめでとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、以上ですね、ポスターコンテストでございました。改めまして石野さん、伊藤さん、受賞をおめでとうございました。それではですね、最後に、学長の山口洋一先生より、一言お願いいたします。はい、改めておめでとうございました。インフルエンサークリスチャンいいですね。多分なんていうかな、自然にこう振る舞って嬉しく生きていてくださる様子が、周りの人たちに、あ、いいなピチカさんと、こういうふうに思われていく、そういうことがこう広がっていくといいですよね。そんなふうにお祈りしてます。石野さんのとってもなんかこう爽やかな、ありがとうございました。そして伊藤さんのびっくりしましたこの辺が今回、受賞の一番のポイントだと思いますけれども、まあ、本当になんていうかこう私たちの、常識をこうひっくり返して新しくしてくれるような、そんなデザインだったと思います。
総合進学科っていう学科がスタートしますけれども、すごいな、こんないろんなことができるんだ、こう私たちが信じる神様の大きさと深さと、まあ、多様な味わいですよね。なんかそういうものをこう一枚の絵で表してくださったなというふうに思いました。石野さんの作品とこう並べるのがまたいいっていうか、いろんなところでこう並べて出てるんですけれども、これはとっても嬉しいなというふうに思っています。お顔出してくださった3人の方だけのこと今ちょっとコメントしましたけれども、その他の作品も本当に嬉しくて、今回は、まあ、コロナ禍っていうちょっとこう重苦しい、なんかいろんなことができないし不安があったり心配があったり、まあ、黒い雲に覆われてるみたいな、そんな感じの中で、ならばこういうことをやろうって、サンタの帽子をかぶっている岡村先生が言い出してくれたんですね。やろうやろうっていうことになって、で、今日はこの日を迎えたわけだけれども、本当に良かったと思ってます。何ができない不自由だ心配だっていうことをちょっとこう吹き払うようなね、とっても素敵な企画になりましたし、中高生が川柳っていう形でこう自分を表現する、あんまりなんかこういう賞を出すっていうのはそんないないと思うんですけれども、これがスタートになって、中高生のなんかこう新しい文化が作られたらいいなというふうに本当に思ってますし、それからポスターの方は一つ一つのなんかクオリティの高さに本当に驚きました。あるいは総合進学科っていうものをこうよく理解してそれを表現してくださろうとする、そういう気持ちがもうひしひし伝わってきて嬉しかったですし、まあ、それを実際にこう表していく次年度からの歩みにしていきたいなと思っています。本当にありがとうございました。それでは全国中高生クリスチャン川柳コンテスト新生 TC ポスターコンテスト受賞式を終了いたします。皆様改めましておめでとうございました。Congratulations. Thank you.